こんにちは、すみやです。今日はスマート望遠鏡でね、バラ星雲の比較をしてみたいと思います。それではね、最初に S50 からいきましょう。 S50 はね、 1.5 倍のフレーミング機能を使って撮影しています。ただしね、角度は特に調整しなくて、純粋に 1.5 倍の広さにしたと。昨日のプランを見てみましょうか。はい、これです。これですね、 NGC2244 18時50分から23時50分まで19、20、21、22、23 5時間コースですね。はい、じゃあビューで見てみましょう。おお、ちょっとね、暗いね。ちょっと暗いんですが、 AI ノイズ除去をやってみましょう。はい、そうすると少し明るくなるかな。 S50 だとね、フレーミング機能を使うっていうこともあって、それからセンサーのね、赤い星雲に対する感度が S30 などに比べるとちょっと弱いような感じがするんですが、どうでしょうか。 AI ノイズ除去にちょっと手間取ってますね。はい、うまくいきましたね。明るくしてみましょうか。うん、明るくしてもね、なんか赤色がうまく出ないので、コントラストを上げてみましょう。はい、コントラストを上げるとちょっと赤色が出てくるんですが、ちょっと45はやりすぎなので35ぐらいにしときましょうか。で、明るさを60にしちゃうと行き過ぎなので50ぐらいでどうでしょうか。はい、そして色をね、濃くするには彩度を上げればいいんですね。あ、彩度を上げればね、赤い星雲がくっきり出てきますね。 AI ノイズ除去をやって、さらに彩度とかコントラスト、明るさなどを上げるとここまで来ますね。はい、まあ、これいい感じですね。はい、ダウンロードしておきましょう。はい、コミュニティに上げとくか。バラ星雲、はい、ディープスカイ、はい、バラ星雲アップしましたよ。バラ星雲は S50 だとこんな感じなんですが、次にね、 S30 を立ち上げてみましょう。プラン見てみましょう。これですね、これもね、18時50分から22時50分まで、ん？あ、18時50分だから19、20、21、22、4時間コースですね。4時間コースでした。はい。あー、 AI ノイズ除去をやる前からここまでね、バラ星雲が赤く映ってればもう十分ですね。はい、一応 AI ノイズ除去をやってみましょう。さすが S30、 赤い星雲に強いですね。ノイズ除去をするとさらに、おお、素晴らしいね。もうこれで明るさとかコントラストを変える必要もないと思いますが、一応明るさを、あ、明るさ上げるとね、周りのノイズが出てくるので、ちょっと上げすぎないようにリセットしておきましょう。コントラストを上げると、おお、コントラストを上げると周りのノイズがあまり目立たなくなりますね。で、明るさを少し上げて5ぐらい、4ぐらいでいいな。はい、コントラストは25、彩度を上げるとね、もっとすごいことになると思うんですが、いや、これはすごいね。バラ星雲10ぐらいでいいね。もうこれで十分でしょう。バラ星雲すごいね。はい、これで保存しておきましょう。はい、いや、素晴らしいね。トリミングは特に必要ないような気がするので、このまま、はい、こんな感じでね、バラ星雲 S50 と S30 のセンサーの違いなのかもしれませんね。アプリケーションソフトは同じですし、多分フィルターも同じだと思うので、センサーがね、赤い星雲に強いセンサーに変わってるということなんでしょうね。はい、こんな感じで S30、素晴らしいね。バラ星雲撮るなら S30 と、はい、いうことになりますかね。
ドワーフ3でも撮ってるつもりだったんですが、うまく撮れてなかったので、過去の映像をね、出して、それで見てみたいと思います。ドワーフ3ね、2台あるんですけれども、両方ともね、バラ星雲は撮ったものは過去にいくつかあるんですけれども、AI ノイズ除去が導入されるひょっとしたら前かもしれないし、とりあえず画角の比較だけしたいと思いますので、ドワーフ3の画像もご覧ください。それではね、実際のバラ星雲の3つのね、撮影画像を比較しますので、ぜひご覧ください。どうぞ。バラ星雲はね、やっぱり S30 が一番ね、短時間で綺麗に撮れるような感じがしますね。S50 でも撮れなくはないですけれども、やはりフレーミング機能を使わないと全体が入らないのと、それからフレーミング機能を使わなくてもね、なかなか赤い色がすぐに出てこないので、ちょっとね、物足りないような感じがするかもしれませんね。まあ、ドワーフ3もね、そんなに赤い星雲に強いわけじゃないので、やはりバラ星雲を撮るなら S30 が最高と。もちろんね、ドワーフ3はフレーミング機能を使わなくても、モザイク機能を使わなくても、一度に撮影できるので、余裕でね、入るというメリットはあるし、それから周りのね、ノイズをトリミングしてカットすることもね、画角が広いのでやりやすいという、そういうメリットはあるかもしれませんね。まあ後でね、いろんなアプリケーションソフトで画質を向上する一手間をかけるんであれば、まあどれでもね、バラ星雲はもちろん撮れます。まあただ S50 の場合はフレーミング機能、いわゆるモザイク機能を使わないとね、全体が入らないので、その辺がちょっとね、一つの大きな難点っていうか、画角のね、限界がありますので、気をつけてみてください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい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 。大中小小と。